おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。皆さん、求人を見たことってありますか？なんかどんどん話の方向が重くなってくなぁ、なんか。求人見たことありますか？昔から僕結構ね、ハローワーク行った時代もあったんですよ。仕事がない時代とか、アルバイト時代とかを経験してるっていうね、社会のどん底組なんですけど、求人久しぶりに見てみましたよ。よくあるさ。インターネットで今はね、ハローワーク行かなくても別に、インターネットで求人探せるんで、見てみたんですよ。そしたらね、昔と変わってないね。もう、三大要素。もう三大要素よ。介護、んだよな。違う。求人の三大要素がね、あって、求人の三大要素の一つに、介護とか、事務職、システムエンジニア。前回に引き続き、動画でこちらが使っていないような、もうクソみてえなマイナーチームが登場しました。なんだこのチーム。一応これ相性あるんですよ。見てて。ほら、相性あるんだよね。さあ、前回に引き続きね、かなりのマイナーモンスター3体でいこうと思います。実績がないやつんだが多いんだよ。マイナーモンスターってなんで登場するんかなって、よくよく考えてみれば実績がないからですね。はい。鬼面同士はまだ実績あるんですけど、ちなみにワンの頃。ワンの頃ね、まあ、あんま目立たなかったけど、鬼面同士は実績はあったね。さあ、クックルー行ってこい！ケッケン、百列客、行くぜ！その見た目からはね、想像できない。まさかの、物理型。へぇー。まあ、弱い。さあ、キャットプレイ、略してキャッチャー。君はレジェンドクエストで頑張ってくれたよね。さあ、カックアタックあれ亡霊剣士にピロリされてんのか。さあ、鬼面同士行ってこい。お前結構強いよ。メラミとメダパニが使えるのはやべえよ。まあ、賢さ高いからね。メラミ、はい、ドン、うわ、やる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 、いいダメージ出てるよ。オッケー、オッケー。いいよ、ワンの頃ね、メダパニとメラミっていうね、いい技構成。ワンの頃呪文使うやつ少なかったからね。うわー、クックル。だから、鬼面同士はすごすご強いと思ってるよ。回避率高いんですよ、あと。まあ、こうやって食らってるけど、さっきから。身の守りも低いし、他の能力もからっきしなんだけど、まあ、回避率そこそこあるんでね、他の呪文使いよりはいい働きするんじゃないかなって。そんな鬼面同士がどんどんね、落ちぶれていく姿をご覧くださいと。行くぞ、クックルーキャットフライ。やったれ。やったれ、クックルーキャットフライ。クックルーとかさ、あれでしょ、ファイブの頃補助役だったよね、完全に。行くぞ、バックファイ。行くぜ、バックファイや、せーの、はい、行け行け。あ、やる。バックファイで意外と出んじゃん。マミーと亡霊剣士だからね。マミーと亡霊剣士がいたからできたんだろうね、今の火力。それでこれか。やめて、クックルがボッコボコされるんやろ。頑張って、頑張って、クックル。あ、鬼面同士、ネットのところにそんなん知らんといてよ。てか、鬼面同士避けてよ。あ、やっぱこんだけ食らうのか、350。さあ、冷たい風。貴重な氷風ブレスです。単体です、しかも。行くぜ、せーの、はーい。いや、多分、通り悪いよ。多分、やってて思ったけど、通り悪いやつばっかだったからね。まあ、大丈夫。次でね、普通に、必殺使って、SP 使って終わりだから大丈夫。大丈夫。おっと行くか。はい、せーの、はい、ポンやめる、君たち。はい、ラストはもう普通に締めましょう。たまにはドラゴン。オッケー。てか、ここで負けられたらもう、没動画になっちゃうからやめてね。さすがにモンスターモンスター99は1回戦負けるはないからね。はい、ドラゴン。ファイヤー、オッケー。よし。この調子で行こう。なんかマイナーが並んでんな。にゃんたま。にゃんたまっていう存在意義がある以上、向こうはまあマイナーか、マイナーっちゃマイナーやけどな。こっちはもう何の意味があるのかわかんないぐらいのマイナーだからね。クックルーとってな、これ、いや、言ってくれ、クックルー。お前の仕事は物理型。ブーベラン投げて突進だ。いくぞ、100列客。はい。お前そいつに行くんかい。会心出そうか。はい、よいしょ。ちょっと君、ちょっと君弱すぎるって。え、マストダメスキャラしたよね、クックル。嘘でしょ。まあ、力の数値が低いからな。あー、ひでえな、こりゃ。来たわ、にゃんたま。にゃんたま来たわ。なんでおめえらが生えてんだよ。極限、究極連携してんじゃねえよ。おいおい、なんでちょっと生えてんだよ、おめえらの方が。俺は？え、俺らのチームは？え、すぐ爆発ね。ほら、爆発物で最低だよね。大丈夫か？ちょっと待って、大丈夫かこれ。怪しい。
なんか怪しいな。これ普通に怪しいまであるな。メアミン。はい。ああ負けないましたな。プリーズニャンニャンニャンやってほしかった。いやこれ打とう。ネビル打っとこう。できればこれまあ鬼面同士がメタパニでふざけるってことがあるんだよな。からそれがなければ。いや多分キャッチャーとクックルできるでしょ。シャクルキック行ってこい。行け。頑張れ頑張れ。行け連続キック。はい、シャクルキック。そんなか。すみたいな感じです。マスターマスクした本当に。ここでね、頼むぞキャッチャー。冷たい風。行け。単体だから外したら終わる。よっしゃ、時間かかったね。にしても火力ねえなこのチーム。お。来た待ってた待ってた。合体モンスターだったら俺は大魔王カードをスキャンする気満々だったからね。さあバルボロスくんかい。バルボロス来たぞ。いけるか。なんか嫌な予感すんねんけど。あれバルボロスってことはなんか相対的に嫌な予感がすんねんけど大丈夫かな。いくぜまた出てきた。わけわからんの。もうすぐわけわからんことし始める。さあサンディのテレスケは借りた。サンディの力は借りたから。いやでもさ、これワンチャンバルボロスに削り負けとかあんじゃねえかって思っちゃうと怖いな。麻痺あるか。あ、大丈夫。一旦様子見ようか。一旦様子見て、ドラゴン切りか光るとも考えよう。ワンチャンこれ削り負けもあり得るな。火力ちょっと怖いよ。火力出していこう。できれば、まあ、鬼面同士以外火力ないんだな。クックル、マスターラブスキャンスってこれだもんな。嘘でしょって言うから火力低い。キャッチャーはまあダブル称号で、HP とか、ステータスは全体的に高くなってんだけどね。でも冷たい風やからあんま意味ないけど。あ、弱点取ってこう。あー、そっか。氷風か。氷風で取れないか。いやー、厳しい。厳しいなー。これ普通にやばいな。弱小チームがボッコボコにされるすだぞ、ただの。いや、ドラゴン切りだな、これは。これはドラゴン切りじゃないとダメだ。ドラゴン切り圏内に入ってるから、まあ、さすがに。うん。あ、鬼面同士がやべ。鬼面同士がやべえな。鬼面同士やるじゃん。メラメそんなねんの。はい、ラストはこいつ。全然関係ないけどよろしくねー。あー、よいしょ。オーケー。よし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 。え、これ。え、こんな火力ないんですよ。え、次控えてです。多分大体想像つくよ。これいける？白目とはいえ。白目か。そうだな。いけるかもしれんぞ。これうまいこと勇気溜まってるしさ、エルギオス通常ならそんななんか怖いことってないよね。わりかしあるかもしれん、通常なら。削り切られなければいいんだけどね。一応 HP 低いから、とどめ圏内に乗せるのは早いと思うんだわ。OK! よっ！しっかり当てていこう。しっかり当てて、向こうの攻撃だよね。打天使の怒りとか、そういうのでどんぐらい食らうか。で、できればね、あのキャッチャーとかね、避けれる。よし、来た、クックルの隊長。クックルの隊長、遅かったじゃねえか。ここ避けて。キャッチャーとか鬼面同士は受けるだからね。はい、避けて。ピロリと、よし。ピロリ、ナイス、ピエス、ナイスピロリ、ナイスピロリ。これでかい。これでかいな。次のターンの攻撃が、打天使の怒りとかも飛んでくるんですけど、さすがに怒りで死ななくなったぞ、これは。さすがにね、打天使の怒りで死ぬことはないでしょ。1500は出ないよ。1200ぐらいは出ると思うけど、弱点疲れたら。これでかい、かなり。行ってこい。行く。爆走。遅かったじゃないか、クックル隊長。クックル隊長、ソル隊長じゃねえか。それ多分違うやつ。クックル隊長、遅かったじゃねえか。ピロリ。あー、ここからか。767。これはね、どうだろう。あ、これさ、え、これ、あ、待って、これいける、これいけるぞ。まさか、これ、すげえ、やったー、すごい。おい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 、クックル隊長、遅かったじゃないか。さあ、エルギオスです。さあ、マーキーの時間だ。いくぜ、せーの、レンデルロー、ズッキュッ。やったぞ。クックルが2連回心はやばかった。正直。それでもう一気に勇気と共に乗せたもんね。おいおい、クックル隊長も見せてくれんじゃねえか。やったー。
すげえ、すすめクックルー隊長だわ。今回の動画のタイトル絶対そうじゃん。やったぞ。白目とはいえこれは快挙だわ。ちょっと予想してなかったね。うん。勝負あり。マイナー同士は惹かれ合うんだなと。前回のじゃねえかと。あれ前回のですよ、あれ。前回のマイナーチーム VS 今回のマイナーチームね、普通にぶつかり合ったらどうなるのかちょっと気になるんじゃないですか。僕は気になります。というわけでよろしくお願いします。まあこれ鬼面同士しないかもね。鬼面同士ここメダパに輝くかもしれないよ。もう選択させてもらいましたけど、メダパにがね。ただこのチームって初めに言ったようにバット相性、まあペナルティ相性ですよね。あれがあるんで、おーいいね冷たい風、弱点取っていく。ペナルティ相性でさ、状態上負荷率が下がってるからさ、メダパに効くかどうか怪しいな。いきさ、クックル隊長同じ鳥に、同じ鳥にやってるよ。よいしょ、あー、まあ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 ね。避けられなかっただけでかい。さあ来るぞ、こっから。マイナー同士が光り合う。こういうバトルが一番俺は好きですよ。こういうさ、あんま見ない。なんかポケモンでもそうじゃん。あんま見たいなポケモン同士が戦う絵ってすごい映えるんだよ、やっぱ。さあ、わかんないよ、これ。どっちが勝つかわかんない。素晴らしいかもしれないし、力では 2P チームが押してんじゃないかな。前回のパーティーは力はあるからね。ああ前回のパーティーよりの方が力はあるもんね。普通になんか力が高いから。クックルたち来るぞ、ピロリ。ああさあメダパリ次第でございます。いけ、混乱させるつもりです。おっと、これはいいね、よく聞いた。さあ1体ずつ止まっていく、一体ずつ止まるね。なんか珍しい感じになりました。珍しい戦況。いやでもちょっとね、一発突進切りは攻撃しつつだもんね。さあ必殺クックル隊長、百裂拳爆走なあ、もう誰に決闘、いけ頑張れ、わしゃクックル隊長来た。クックル隊長強いや、こんなにクックル隊長頑張るもんなの今回。やばい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 、えクックルすげえ今回。いや今回プテラノン隊長バサスクックル隊長だからね。さあいい勝負やってまいりました。割かし本当にいい勝負だね。なんか取り返してる、あの1体動けないペナルティを取り返してる、ここ大事。さあ、おクックル隊長がヤバすぎるって。ちょっとさあ、これは追いつける追いつける追いつける。普通に次のターンにいけんじゃねえか。鬼面同士のメラミして、メラミドン。あーでもこんなもんなんだ。うわー厳しい。おー、いい勝負だな。え、めちゃくちゃいい勝負すんじゃねえか。めちゃくちゃいい勝負じゃん。あ、これ、冷たい風やったらどうだったんだろう。クックアタックにしちゃったな。いや、でも、クックルーがここでさ、もう一回開始出したら終わりだよ。さあ、クックルー隊長、見せてくれるのかい？よいしょー！クックルー隊長！来たー！これは決まったぞ。いや、わかんないけど、鬼面同士が先制したら勝てる。さあ、鬼面同士、さあ鬼面同士が動くかどうか。これクックル隊長すごすぎる。え、待って待って、進めクックル隊長強すぎるって。よけろ、おおマジか、このパーティーちょっとこのパーティーマジ。まあまあここくらいは仕方ないね。うん、え、これ勝ったでしょ、鬼面同士。終わりだよ、見せてやれワンの栄光を見せてやれ。はい、女神最後鬼面同士が打って終わりで、やったクックルが強い。何これ、クックルこんな強い。